どうもどうも、今回もザクザクアクターズをやっていくぞ。前回豪勢なホテルでバカンスを楽しんでいたものの、どうも夜中に子供にしか聞こえないイオンが鳴っている、子供冒険隊の出動だってところでしたね。全く関係ないけど、ご近所冒険隊のバトル1は名曲だからみんな聞いてくれ。っていうか、デイリッチとベル君のステータスを比較してるけど、すごいことになってるな。竜王バッジがあるとはいえ、2倍ぐらいステータスに差がないか。ドーピングの力を感じますね。ドーピング最高。それじゃあ出発しますかね。4人パーティーだから気をつけないとな。当然のごとく戦闘する気満々である。戦闘にならないわけがないよな。流れが不穏すぎるんよ。これデイリッチたちが乗り込んだ後で、真っ黒な犯人が整備中の看板を置き直すやつじゃん。まあ他に道はないので行くしかないんですけど、エレベーターの天井からシザーマンが落ちてきたら怒るぞ。ミヤちゃんとズッチーの関係こんな感じなんだ。意外とズッチーが上手。デイリッチとズッチーのクソガキコンビ、止められる人は少ないのかもしれん。そして魔物はマンモスハギンみたいでした。なぜマンモスとサハギンを掛け合わせようと思ってしまったのか、グラフィック素材制作者の心がちょっと気になるわ。ぬあ、避けきれたと思ったのに絡まれた。子供だけだから隊列が組めなくて、当たり判定が4倍になっとる。エンカウントも面倒だし、ろくなものもなさそうだしで、探索のメリットは薄そうだが、それでもついつい光ってるのは調べたくなっちゃうね。
しお姉ちゃんが夜な夜な包丁を研いでるだけのオチとかならいいんだが、このゲーム基本的に師匠終わりはボスと戦うゲームなのよね。誰と戦うのやら。うわぁ、目の焦点が合ってないの子は、ちょっとそういうの生理的にダメやねん。やっぱ別人格だよね。リトメキャラが目を開いた時は驚いたか本気を出したか別人格かって相場が決まってんだ。その顔のままで汗垂らすのやめてくれません？ちょっと目を閉じてもらって。言ってることはまともっすね。めちゃくちゃ迷惑だけど、デイリッチがここに来るまでに怪我したらどうすんねん。護衛ぐらいしてや。そういうことなの。ヘル名前、ラージュ名字みたいに、ウズ人格 A、シオネ人格 B ってことなのか。おお、まあ普通は全くの別環境に行くと死ぬよな。抗体やら免疫やらで、はぐれはみんな眼鏡だから大体元気にやってるだけで、適応できないはぐれもいるか。影となって助けるのはいいけど、冷やし中華5000円はボリすぎだぞ。もっとこう寝てる間に妖精さんが靴を完成させてたみたいな方向性でだな。どうでもいいけど、このために商店街の福引き屋の人を巻き込んでズッチーに特賞を引かせたのか。事前の根回しを頑張りすぎなんちゃうか。ふむ、水中バトルになるかな。うずしお姉ちゃんを前衛に出しとくか。なんやかんやででかい魔物が出てくるんやろな。
の糸通しみたいなこと言っとる。ですよね。このまま穴を閉じて解散とはなりませんよね。よく知らない技術に飛びついて私でも扱えるのではってなるのは予想。そういうのは専門家に任せよう。あ、これがインビンシブルなんだ。これは確かに仏棒と魔棒が4倍になってもおかしくない。そんな都合の良い存在がいたんです。めちゃくちゃこじらせてる魔導の巨人さんが。このゲームのモブ、耳狩りといい治安が終わってない？まあ無理解による勘違いっぽいから耳狩りよりかマシかもだが。
ーシャンイノベーターとのバトル。どうせ水攻撃ばっかりしてきて雷に弱いんだろ。負ける気はあんまりしないぞ。おっと、雷超弱体状態にしてきた。ちょっと不穏じゃない？帯電する気は。だけど全然ダメージを食らわねえ。大ダメージのはずだったんだろうけど、レイリッチが硬すぎる。おう、マーローさんとクリシラさんの小ボスコンビ。了解です。自由に選べるのね。よかった。そういえば最近はパーティー外の装備を外しまくってたんだが、装備を変えるチャンスあるかな？大丈夫かな？じゃあこんなパーティーでどうでしょうかね。信じてるぞ、ザクザクアクターズ。装備変更の機会あるよな。装備変更のチャンスなかった。まあ信じてると言いつつそんな気はしてた。あ、一番後ろで渦潮姉ちゃんが瀕死になっとる。俺が守らねばならぬ。でですね、追加メンバーで装備をまともにつけてるのが多分にわかマッスルだけなんですよ。こうなったらしょうがない。マッスルだけ前に出してほとんど子供だけで戦うぞ。ベル君は後ろに下がってな。最近全然使ってなかったからろくな汎用スキルを覚えてないんだあの子。で、絶対に炎攻撃はしてこないだろうから安心して、ミヤちゃんはゾンビになるとして、ズッチーはひたすらサンダーとプラズマクロー、マッスルは敵の仏棒ダウンと挑発って感じで。出たな、雷超弱体。まあ挑発もしたし、ズッチーは雷耐性高いし無視してええべ。マッスル何のバフもしてないのにゼロダメージ。お前本当に硬いな。もしかして攻撃力マイナス防御力してから属性倍率をかけてるのかしら。雷超弱体でもゼロに何をかけてもゼロみたいな。ぬわ、余裕だと思ってたけどさすがにそうはいかないか。ザコが出てきちゃったよ。全体攻撃にシフトしよう。やばい、マッスルが硬すぎてこれ鼻くそほじりながらでも勝てるわ。魔法はそれなりに食らってるけど、物理が一生ゼロダメージなんですけど、特に変わった行動もしてこないので早送り。何がオーシャンイノベーターや。お前そもそもイノベーターってどういう意味？革新者イーター的なやつかと思ってたよ。タイガーフルスイングで15000、竹見中田バーストで15000。落ちろ。落ちたな。じゃああとはコウモリを倒すだけなので流しますね。
うずちゃんが罪悪感&罰してくれモードになっている気がする。そこまで気にしないでもろて。ローズマリー、度重なるとんでも経験でこのぐらいの危機では動じなくなってしまった。メンタルが安定してる時のローズマリー、マジで大聖人だよな。後世に語り継がれるレベル。あ、ぬるっと帰ってきた。そしてぬるっと仲間になった。嬉しいね。じゃあ改めて拠点でうずしおねちゃんと話すのは次回に回しましょう。といったところで今回はこの辺で。お疲れした。よければフォローやチャンネル登録よろしく。